明けましておめでとうございますなんてね、これの配信が2月に行われているかとは思いますが、1年も1割が過ぎているのに何を言ってんだっていう話かと思います。まあ、お察しの通り正月にまとめて収録いたしております。9年中は皆様いかがお過ごしだったでしょうか。自分は9年中はゴマサバ様と の, あのコラボトレインの裏話関係で半年も引っ張りましてですね、いやこの配信を見てくれてる職場のお友達から「お前なああんなつまらん内容で半年も引っ張りようか、もっと面白いことやれ」と言われてしまいました。はい、というわけで新年はですね、自分みたいにちょっと忙しいなっていう場合でも、でもやっぱり A 列車は素晴らしいゲームだと思うんですよ。楽しみたいなっていう人向けに簡単にあのダイヤが作れる方法についてちょっとフューチャーしてお届けしていければと思いまして、これがその第1号になります。あ、初日の出ですね。いやだから2月だって、この含みの和菓子屋の前から中継をいたしております。それではやっていこうと思います。はい、というわけでですね、マップコンストラクションの、テンプレートの街、川と橋梁に来ました。川？川とかなくね？ああ、ここが橋梁の部分だった。川がこっちにある。あ、ありますね。はい。というわけで、ちょっと解説をしていこうと思います。A 列車の列車ってどうやって走ってるかっていうと、やっぱちゃんと運転手さんが乗ってるんでしょうね。あの列車がめっちゃ近づくと後ろの列車ピッと止まるんですよね。だから運転手さんがこう注意力でちゃんと運転してて、あ、前列車来たと思ったらギュッて止まる。で列車いなくなったら、あ、進んでいいんだと思って進むみたいな感じで進んでます。ただ正面衝突とか折り返しでドンってぶつかった場合にはもうちょっとどうしようもないです。だから、列車の運転経路が一筆書きになるように極力作っていけば、とりあえずまあダイヤとして成立するという、列車は通常通り運行できるかなと思います。ではその例をいくつか作っていきたいと思います。はい、というわけでお待たせしました。まず一つ目がですね、環状運転するっていう方法ですね。右側の地図見てもらったら分かると思うんですが、ちょっと不加工ですけど一応環状になってます。で全部なんていうんですかね、反時計回り、列車的に言えば内回りっていうんですかね、山手線的に言えば内回りっていう感じですかね。ですこうすることによって、列車は一筆書きのルートぐるーっと、左回りに回るルートができているので、お互いの列車がぶつかることなく走るよねっていう話になります。はい、っていうのが一つ。はい、もしですね、まあそんな、東京ディズニーランド の, あのモノレールみたいに片一方だけしか回転方向がない、一個駅戻るのに反対回りするの大変やんっていう場合は、もう一つ線路作ってもらって、外回り内回り、左回り右回り、作ってもらっても大丈夫かと思います。簡単に、それっぽい山手線ができるってことになりますね。はい、じゃあちょっと建物全然建てないですけど、一応ちゃんと列車が走ってる風景ができるかと思います。環状運転、さらにいいことはですね、別に列車の種類が混ざっていてもとりあえず走るっていうことです。この後ろにですね、とっても遅い103系のウグイスが走っているんですが、多分いつかこの103系の後ろに列車追いつかれて数珠つなぎになってしまうと思うんですが、それはあくまで数珠つなぎなだけであって別に詰まることはないです。なんか見た目悪いですけど、
一応詰まっちゃうっていうことはないかと思います。もしそこを詰まっちゃうのが嫌な場合は、すいませんが、カスタム編成ですね、カスタム編成の方で、最高速度も、いじることができますので、速い103系か遅い E231 系か E235 系かを作ってください、はい、一つ目の解決策、感情運転でした。はい、今度はさらに発展系で、いやいや、まあ確かにエレシアゲームだけど、ちょっと感情線しか作れないのはちょっと不便だよっていう場合に備えて、伏線の方を作っていきたいと思います。こっちはですね、もう単に折り返すだけにしました。こんなにホームあるのにね。で、片や、こっち側の端っこは、クロスにして、どっちのホームに入っても折り返せるんだよっていう風にしてます。別、どっちでもいいです。列車本数を多くしたいなら、折り返せるところは大いに越したことはないんで、こんな例に従わず、2本と言わず、3線でも4線でも作ったらいいと思います。はい、というわけで、伏線のモデル線が完成しました。どうやってるかっていうと、伏線、普通に線路を、2本引いて、端から端までつなげてるだけなんですが、さっき基本原則にして一筆書きですればぶつからないって言ったんですけど、ご覧の通りここ折り返し線があって、もし今列車入ってきてますね、列車が入ってきて、で後続の列車がもしすぐ入ってきたとしたら、これすぐぶつかっちゃうわけですよ。でも、この列車が出ていくまでに次の列車が入ってこないように配置するときに工夫してます、列車が入って出てきたら次のやつを配置してやるっていうふうにすれば、線路、車両と車両の間隔を保たれますので、ぶつかることはないでしょうと、そういうわけで作っています。で、これ保たれるっていうのは、列車の速度が同じだからです、どうなってるかというと、今ここ201系と E233 系が走ってて、いやいやスピード違うじゃんって思われるかもしれないんですけど、70キロの201系に合わせて、こちら E233 系の方も70キロに合わせています。厳密にはですね、車両ごとに加速度、加速するのにかかる時間とかが違うんで、速度一緒にしただけじゃあんまりよろしくないかと思うんですが、一応、これでぶつからないようになるんじゃないかなと思います。いやいやいや、でも、ね、そんな同じ速度のやつばっか走らせるのは嫌なんだよっていう人向けに、じゃあ次作っていきたいと思います。はい、できました、ちょっと全部同じ速さだとあれだというのでですね、ちょっと速い特急列車準備いたしました。あずさですかね、しかも途中の停車駅は全部通過にしてあります。何をしたかっていうとですね、特急専用のホームを作りまして、で列車が入ってくるときに特急列車は、こちら側に入っていくように、で普通列車はこっちに入っていくようにしました。すると何が起こるかというとですね、折り返すところが違うんで、特急が普通列車の後ろにベタ付きで入ってきても、普通列車はこっちに入って特急列車はこっちの方に入るんで、折り返しの時にぶつかることがないと。でしかも、もし普通列車が今この特急列車が止まってる方にしちゃうとですね、普通列車が入って折り返してる時にもし特急が来ちゃったらここでぶつかっちゃうんですよね。平面交差っていうんですけど、もう平面でこう交差しちゃってですね、ぶつかるんですけど、特急列車がこっちになることで普通列車が出てる最中に特急が入ってくるってことが可能になるんです。わかりますかね。ですです。なんで
ダイヤはスムーズ、列車はスムーズに流れると、ぶつかることはないというふうになっています。まあちょっと、百聞は一見にしかずやってみましょう。はい、停車しています。で、前の列車見えてきましたね。やっぱりこれぶつかっちゃうというか、前に追いついちゃいはするんですね。でも運転士が乗ってるんでちゃんとぶつからずに手前でブレーキをかけて止まると。さてさてさて、でここで、一回止まりますね。やっぱ信号待ちはしちゃうんですけど大丈夫で、はい、普通列車が特急列車じゃない方、こっちが邪魔にならない方に入っていきます。このタイミングでですね、もし、ああ間違ってる、もしこの状態で普通列車が折り返してきたとしても、特急列車は何の問題もなく入って、普通列車は何の問題もなく出ていけるっていうことになってます。もしこれが仮に反対でこっち側に普通列車が入ったとしたら、普通列車が折り返している間に特急列車が入ろうとすると、ここまさにこの X ってなっているところでぶつかってしまう、正面衝突が起こって、もうどうしようも、運転手さんの注意力ではどうしようもない状態になって進まなくなってしまうんですが、これなら大丈夫だというわけです。見てみましょう。まあ失敗したんですけどね。はい、この通り問題なく走っています。まあ詰まっちゃうんですけどね。これをどうにかしたい人はちょっと頑張ってダイヤつけてください。でもこれで、何時間か動かしても、列車はそこ、なんていうんですかね、動けなくなることはないという感じになるかと思います。またこれを見てみましょうかね。一応折り返しの時間がですね、特急列車は5分に設定しているんで、運が良ければ抜くことができると。運がいいですかね。どうでしょうね。抜けないかもしれないですね。抜けないかもしれないですね。どうでしょうね。あ、残念でした。抜けませんね。もしこの止まったついでに追い抜きをしたいっていうのであれば、普通列車の停車時間は長く、特急列車の停車時間は短く設定しとけば、もしかしたら普通列車が折り返し発車するまでの間に特急がスーッて抜けていくことが可能かもしれないですね。はい、としましたが、いやいや見てても、いやなんかこんな玉突きになるのおかしくね、いやいやいやっていう人のために次のフェーズに行こうと思います。はい、というわけでもうすでに作ってる街の方に来ました。今回は何が珍しいのかと解説させていただきます と、ここに、なんちゃって東京駅が作ってあるんですね。でここから一部の列車だけはこちらのもう一つの駅、単に引き込み線になってるんですけど、こちらの方で折り返して戻っていくって形になっています。で例えばここに折り返す列車、サンライズ来ましたね。でサンライズがここから折り返す方に入ってくるんですけど、なんか妙に止まってると思いませんか。そうなんです。なんで折り返し駅の直前の駅は十分な停車時間を持ってます。どんなに遅い列車でもここに入って折り返す時間があるやろうってぐらいに止めておいて、で中に入れるんです。これをすることによって、今はサンライズが入っているんですが、このサンライズが入っている間は、次の列車は折り返し線には入らないように時間を確保しているということになるんですね。あら、詰まりました。だいぶ渋滞してますね。まあとりあえずこの後ろの215系ですね、湘南ライナーですかね、は無事にサンライズがここから出てきた後に入ろうとすると、無事大事ですね。これにより、この一筆書きじゃない、ここだけ折り返しになっててぶつかるんじゃないっていうのを防いでいるっていう形になります。にしてもおやつに渋滞してますね。ここなんとなく東京作りたくて作っただけなんで、ダイヤとかも何も作ってないんです。でもこうやって玉突きになってはいるんですけど、詰まることはない。